ちゃんが、モッティを踏んでて、モッティが気持ちいいって言ってたとバカ踏んでバカ踏んでたんだって。それの感想が聞きたいんだって、シンバさん。あんなもうセックスだよ、完全に。あの二人。もう、あれ入ってるじゃん、絶対。あ、背中踏み踏みたいわ。マジ踏んでほしい。ちょっと踏んでくれ。いいよ、いいよ、いいよ。今、ちょっと待って。こっちも。マジでやばい。今日やばい。本当にやばい。ちょっと待って。うん。ちょっといい？ゆっくり行こう。うん。あっ！うるさ。うるさいね。ちょっと、え、なんか、え、もしかして、もっと、いや、もっと乗っていい？こっち。いや、乗ってるよ。もうちょっと上ってことなんだろう。あ、ちょっと、全然。やっぱちょっと結構入っちゃうんだよね。普通になんかセンシティブな映像みたいな感じでやられないかな。いや、てかやっぱ。あ、ここもう。え、なんかでもバキバキ言わないからやばいわ、逆に。大丈夫？めっちゃ気持ちいいんだけど、うん、え、なんか支えてる？支えてないよ。でももっと思いっきりさ。あっ逆に松本プロが、翔ちゃんにマッサージをするのはどうかと。ああ、やってよ。え、ちょっと俺やられたことないんだけど。確かに。俺ちょっと待って。どういう感じ？ちょっと。あ、ちょっと。されない？いや、される。普通に。気持ち、普通に気持ちいいわ。だってだ、なんか、じゃあでも後ろから乗ってたんだよ、俺。なんか難しいことはいいことですよ、ね、やっぱあの二人完全にやってるでしょ。あれでやってなかったら絶対シャミだよ、あれ。シャミ戦ですね。あー、あれはやってる、できてるわ。めっちゃ長く。うん。シミって感じ。いや、本当に、ね。あれでやってなかったら、もう詐欺だよ、うん、あれ。完全に寄り影響なんだ。いや、寄り影響かも、バラなんだけどさ。